こんにちは、ゆるせみです。今回の動画は、下落相場こそ買い場約40万円分、高配当株をコツコツ買いますということでね、お話ししていきたいと思います。ではですね、まず2020年、2年は下落相場というところで、こちらがですね、S&P500 指数のですね、チャートになっています。2022年に入ってからというところなんですけれども、結構ね、下落しておりまして、2022年の最初の方はですね、実は4800ポイントあったんですけども、それがね、今現在3901ポイントまで下がっているというところでね、下落幅にすると約 19% ほどになっております。結構ね、下落しているなというようなところになっています。というわけで僕自身はですね、VYM と QYLD、こちらをですね、コツコツ買い増ししてきました。ではね、次からは VYM どのようなタイミングで買っていったのかっていうところでお話ししていきたいと思います。で、こちらがですね、VYM のチャートになっています。VYM の方はですね、意外と下がっていません。115ドル付近がですね、最高値になっているんですけども、そこから現在はね、105ドル前後というところで、実はね、あんまり下がっていないんですよね。そんな中、どんな形でですね、コツコツ買い増ししていったのかというと、こういった形になっています。矢印の上の数字はですね、買った口数ということになっています。で、大体4口で買っているのは定期買い付けの時の口数ということになってまして、それ以外の数ですね、1口とか2口、こういった時はスポット買いをしている時の、口数という形になっています。こうやって見てみますとですね、定期買い付けもしつつ、スポット買い付けもしつつというところでね、5月に入ってからはですね、ちょっとね、スポット買いのね、回数が増えてるよという形になっています。そんなわけでですね、取得口数が28口という形になりまして、取得単価が 13,407 円、110.07 US ドルという形になっています。意外とですね、取得単価が下がってこないというところで、これからもね、もうちょっと VIM 下げてほしいなというふうに思っています。次はですね、QYLD のチャートというところで見ていきたいと思います。QYLD ですね、年初の方は、22.5 ドル前後ぐらいまであったのがですね、今の現在 17.73 ドルというところまで来ています。結構ね、下がっていますね。というところでね、こちらがですね、買ってる口数と買ったタイミングになっています。最初ね、3月3日か4日ぐらいですかね、4口ぐらい。これは SSSS のスローキャピタルというですね、銘柄の配当金で買ったのがとりあえず4口ありまして、その後ですね、円価決済で楽天銀行の口座に入っている日本円で直接買っているという形になっています。5月に入ってからですね、結構 QYLD の方を下げているので、ここぞとばかりにね、結構買っているという形になっています。で、QYLD の方もですね、2022年になってから買い始めたというところで、合計25口という形になっています。平均取得単価が 18.756 ドルと、いう形になってまして、まださらに現在下げているのでマイナスになってるよという形になっています。このままですね、どんどん下げてくれたら嬉しいのかなというふうに思ってますけれども、右肩下がりで株価になっているんで、今後ね、上がっていくのかどうかっていうのがね、また不明瞭なところがありますよね。ナスダック100が上がれば上がるんでしょうけど、そこもですね、少し注目しながら見ていきたいなと思います。今までね、こうやってね、VIM とか QYLD コツコツ買ってきたよというお話をしたんですけれども、実際株価の方は下がっているんですけども、為替というところで円安になっているわけですね。円安ドル高の状況でですね、こうやって株を買うということは実際損失が出ているんじゃないかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれません。そのことについてね、僕自身の考えというのをね、少しお話ししていきたいなと思います。で、円安で米国株は買いづらいというところなんですけれども、実際ね、円安で買いづらい部分はありますけども、為替はね、ある程度気にしないようにしないと仕方ないのかなというふうに思っています。そういうのもですね、円安株高っていうのがね、一番買いづらい状況かなと思ってまして、それよりもね、円安株安の状況の方が買いやすいかなというふうに個人的には思っています。だから、表に表すとこのような形でですね、一番買いやすいのが株安、円高の時っていうのがね、やはり米国株っていうのを一番買いやすい時かなと思ってますし、逆に一番買いづらい時っていうのは株高、円安の時かなと思ってます。で、今現在のね、株安、円安っていうのはね、2番目か3番目か、その円安の程度とか株安の程度によると思うんですけども、その時の状況によって買いやすいのか買いづらいのかっていうのは変わってくるのかなと思います。同じような形でですね、円高、株高っていう時もですね、そのような感じかなと思います。だからこそ僕自身としては、この3つの時、円安、株安、円高、株安、円高、株高、この3つの時はですね、株を買おうかなというふうに、個人的には思っております。円安、株高になったらね、ちょっとどうしようかなっていうふうに悩もうかなっていうふうには考えています。だからですね、正直今、円安だから、米国株買うのをやめとこうかなっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、その方はですね、さらにですね、今の円安のまま株価が上がっていく、円安株高っていう状況になって、さらにね、買いづらくなる状況っていうのがね、起こりうるかもしれませんので、そのことはですね、ちょっと頭の片隅に入れておいて、それになる前に買っておいた方がいいのかなっていうのはね、考えておかれた方がいいのかもしれません。またですね、もう一つの僕自身の考えとしては、配当金を増やすとね、再投資できるからいいんじゃないのかっていうのが純粋にあります。こうやってね、円安で米国株は買いづらい状況ですけれども、それでもですね、株を買っていって、口数増やしていくと、配当金っていうのも増えてきますので、それによってですね、再投資っていうのがね、できるので、将来的にですね、さらに円安に進んだ時に、配当金が増えていることによって、その為替を気にすることなく、再投資ができるのかなっていうふうにも思っていたりしています。SBI 証券とかね、楽天証券だと、配当金っていうのが、ドルで振り込まれたりしますので、そのままね、ドルで再投資っていうのができるといったところになってきますので、為替のことをですね、気にしなくてよくなるといったところになってきますから、ドルでの配当金っていうのをね、増やしておくと、後々ですね、為替とかを気にしなくて再投資できるという部分で、有利なのかなというふうには思ったりもしています。ということで、僕自身はですね、今現在の円安ですけども、米国株は買い続けていくつもりになってきます。このままですね、株安のままやったら買い続けていけますし、株高になるとね、ちょっとね、躊躇するかもしれないといったような状況になっています。というわけでね、今回の動画は以上になります。最後までご視聴していただきありがとうございました。失礼いたします。